まゆずみかこれ。次の問いに答えを。はあ。データね。2019年9月から11月30。はい。11中の1から4は、しずりん先輩、ちいちゃん、ちゃいちゃい、るるちゃんのいずれかの集計期間中の活動回数を、1時間間隔で動画時間ごとに集計したものである。ちいちゃんに該当するもの。9月から11月はマジで。9月から、あ、そっか。去年か、去年の9月から11月。去年の9月から11月よから。いや、でも、しずりん先輩とルルちゃんは永遠やってそうなんで、0時、1時、2時、3時、4時、午前やんな、これ。回数、えぐいな。でも、ちいちゃんもエーペックスずっとやってあるイメージあるから、少ないのちゃいちゃいやろ、これ。この圧倒的やる気のなさ、ちゃいちゃいだろ、きっと。で、深夜にガンってやってるね。え？何これ？深夜にガンってやってるのか？これ。1時間間隔で動画時間ごとに集計した。いや、そういうことじゃないのか。回数。ああ、そういうことか。3時間で終わるやつが多いってこと？そういうことかな。え、大丈夫かな？あ、違う。って思ったら、回数めっちゃ多いやん。この1時間配信の回数がめっちゃ多いってことか。なるほど。なるほど。いや、どうなんやろな。じゃあ、ちゃいちゃいこんなやっとらん。え？ 25 回。とりあえず回数から、横の回数から見てって、多いな。1枚だから圧倒的に多いってことやな。これルル、あ、でもしずりん先輩。いや、どうなんやろ。11時間。え、ちょっと待って、こっちも多い。いや、あれ？ちいちゃん。ちいちゃんもありそう。長時間やんな、しずりん先輩と。ルルちゃんは基本的に。2、3やから、ちいちゃん1じゃないか？ちゃうかなぁ。ちゃうかなぁ。難しい。まあ、とりあえずこれついちゃん選んだらいい問題やから、1にしとこうかな。ちょっと多いかな。3かもしれん。え、10時間とかをやってたことあるってことやんな。そんなやってあるかな。え、みんなこんな長時間やってんの本当に。まあ、1でいいか。1にしよう。そんなやってある？素直に行けばよかった。M くんの分析。あれ？これは、ちいちゃんの当てるやつか。どれ？ 4！ マジで？めっちゃ長時間やってあるやん。これ？マジか。95本？どうなっとん？1は95本。3が花畑ちゃい子。やっぱそうやったんや。2はしずりん先輩。4はゆきちいちゃん。じゃあ1、あ、やっぱこの頭おかしのルルちゃんなんやね。さすがだぜ。さすがだぜ。